小野市で家具を作ってます。岡本です。あまり何も考えてはなかったんですけど、必要に駆られてやってみて、それが何かになることもあるかなと思って、とりあえずちょっと、一生懸命最初からちょっとやってみました。家具は、最悪形になれば、仕上がりは綺麗でいいんですけど、その卓球のラケットに関しては、その生ものというか、重さが重要やったりで、何日かたって継ぎ目が切れたりとか、家具よりもはるかにそういうことが起こるので、それがまだ慣れてないし、ちょっとネックとか心配なところですね。そうですね。まだ卓球のラケットを作り始めて、多分そのキャリアも全然ないんで、もっともっとこういろんな性質を勉強して、で、なんていうんですかね、ミスでの対処の仕方とか、そもそもミスが起きない方法を覚えるとか、そういうことをもうちょっと徹底的にやっていきたいなと思います。正直最初はピンときてなかったんですけど、ネットで見たりして、じゃもしこれが本当であれば、ちょっと今までにない喜びやなっていう、直接渡したお客さん一人一人には対応は受けたことあるんですけど、複数同じ商品が複数の人に評価されるっていうのが今までなかったんで、ちょっと感動してます。皆様こんにちは。WRM のチャパリータです。トライアドの PV いかがでしたでしょうか？この映像はですね、僕が2022年の夏に、兵庫の小野市の方に行きまして、実際に撮影してきた VTR になるんですけども、トライアドを作ってる岡本家具の岡本さんの、誠実さというか、実直な雰囲気というのが伝わってくる動画になってたと思います。トライアドはですね、2022年の1月に一般販売を開始しました。今年でちょうど1年ということで、このタイミングで新しいグリップ、そしてニューモデルが追加になります。今回はその2本を紹介させていただきたいと思います。それではまずトライアドに新しく追加になるグリップ紹介させていただきます。それがこちらですね。シェイクなんですけども、 FN というグリップが新たに追加になります。まずグリップを見てもらおうと思うんですけども、こちらですね。今皆様から見て、右側こっちですね。こっちはアナトミックの形状になってます。そして左側、こちらはフレア形状になっています。左右非対称のグリップです。このグリップがですね、僕は本当に作りたくて、当初、構想の中にもあったんですけども、これがなかなか一般的なラケットの工場に依頼するとどうしても断られてしまうことが多くて、トライアドは完全にもう岡本家具さんの方で一からハンドメイドしてて、で少数生産なので、これを実現するならトライアドかなというところがありまして、今回思い切って採用させていただきました。実際この FN
まあ、どういった特徴があるのかというところが、まあ、皆さん一番気になっているところだと思うんですけども、このように持ってもらうと、まあまあ普通のシェイクのグリップです、まあ、フィット感があってすごく持ちやすいなって思うんですけども、特徴はですね、反転するとかなり感じが変わってきます。具体的にはですね、このアナトミックの方を手のひらに向けて握るとヘッドが下がって、普通のドライブ型の選手が使うような中高人向きのグリップになります。今度手のひらの方にフレアのグリップを持ってくるとヘッドが上がるんですね、自然と。なのでこのグリップだと、例えば表ソフトを使う人とか、柔らかいラバーを貼って前陣でブロック、カウンター、ミートの戦い方をする人なんかはこっちのグリップがいいわけですね。反転するだけでヘッドが変わると、そういった特徴があります。まあ、あとはもう単純にですね、見た目ですよね。もうとにかくこの非対称の流れるようなデザインがもう本当にかっこよくて、まあ、他にはないラケット、しかもトライアドですからかなり完成度も良くて、まあ、所有感を満たされるような、まあ、そんなデザインの仕上がりですよね。このグリップがその全体的なデザインに一役買っている、まあ、そんな感じです。あとはですね、まあ、ちょっと以前に発売したフレアとの違いがあるんですけども、今回このグリップの設計上をブレード形状は一緒なんですけど、グリップがつく位置というのが若干下に下がってます。なので、ラケットの全長がこの以前のフレアよりかはほんのちょっと長くなっています。まあ、実際に言うと本当に2ミリ3ミリぐらいなんですけども、新しく出たこの FN の方がちょっぴりブレードが長いです。まあ、とにかくですね、もう本当に綺麗なデザインになってます。もう見てるだけでうっとりしちゃうような、まあ、そんな仕上がりですね。あと以前発売したこのフレアですね、このフレア形状自体もかなり特徴的なもので、まあ、僕的にはかなりこだわって作って、まあ、自信のあるグリップなんですけども、まあ、良くも悪くも一般的なラケットのフレアとはだいぶ違うので、まあ、どうしてもちょっと持ちにくいと感じる方も多かったと思うんですよね。まあ、そういう方に向けても今回の FN の方が、かなりモダンな仕上がりになってます。いわゆる今一般的に流通しているラケットのフレアグリップ、アナトミックグリップに近いので、まあ、そういった方もかなり持ちやすいなと感じていただける、まあ、完成度になってます。まあ、とにかく一回握ってもらいたいですね。はい、新しくトライアドに追加になる FN グリップになります。はい、続いてはですね、トライアドに追加される新シリーズです。新シリーズの紹介になります。ここのシールの色からしてもちょっと違うんですけども、トライアド SVというシリーズが新たに追加になります。開けてみます。はい、こちらですね、トライアド SV からは中ペンが新たに発売になります。はい、中ペンなんですけども、このトライアドフレアをですね、最初に発売した時もやはりそのペンに対しての要望というのが非常に多かったです。僕としてもですね、なんとかこのペンを作りたいなとずっと思ってたんですけども、今回この SV シリーズで中ペンを発売することになりました。まず SV とは、まあ、どういった意味があるのかなんですけども、スプレッドバージョンの略になります。スプレッドバージョンで SV、意味としては普及モデル、つまり、少し安いトライアドということになります。まあ、定価でいうと通常のトライアドは3万円プラス税なんですけども、こちらトライアド SV に関しては2万4000円プラス税になっております。じゃあどこが安いのかっていうことなんですけども、実はですね、
板自体はトライアドと全く一緒です、部分的に少し工程を省いて、まあ、その分お安くしてるっていうのがこのトライアド SV シリーズになります、この中ペンモデルなんですけども、まずここですね、エンドに JTTA を打ってます。まあ、通常トライアドはここに JTTA が入ってるんですけども、まあ、グリップランで削ってしまう可能性もあるということでエンドに持ってきました。ということは、まあ、通常のトライアドに入ってるこのインレイで入れたアイマーク、まあ、この工程を省いているということになりますね。それと特徴としてはこのブレードですね、通常の丸型になってます。トライアドはこういった台形が、まあ、特徴の一つでもあったんですけども、まあ、SV シリーズは通常の丸型で作ってます。あとはですね、グリップが、まあ、寄せ木にしないでこういったもう無垢の木だけで、まあ、作ってるっていうのも一つ特徴として挙げられます、まあ、ただこれはこれで非常にかっこいいですよね。はい、それでは中ペンに対しての、まあ、ちょっと特徴をここから説明させていただきたいと思います。まあ、ただ単にその中ペンのグリップを用意するだけではなく、まあ、今回も僕なりにかなりこだわって設計した部分があるので、その辺を少し紹介させていただけたらなと思います。まずは何といってもグリップです。このグリップをものすごく薄く作ってます。一般的な中ペンのグリップのだいたいそうですね、厚みにして 70% ぐらい、まあ、それぐらい薄いグリップになります。こんな感じでかなり薄いんですよね。薄くすることでどんな利点があるのかなんですけども、まあ、中ペンといえば最近はもう片面じゃなく両面ラバーを貼って裏面を積極的に振る人がまあほとんどだと思うんですよね。そういう裏面を振りたいけど中ペンだとどうしてもこう角度がついちゃって振りにくいっていうのがまあどうしてもあったと思うんです。そこでこのグリップを薄くすることで裏面の角度を非常に作りやすくしてます。もう本当にグリップそんなに削らなくてもいいんじゃないかなっていうぐらい、もう新品の状態でかなり握りやすいです。それはこの薄さからくるものだと思います。あとはこのトライアドの合板がとにかく粒高との相性が非常に良くてですね、粒ユーザーからこのペンを懇願されてるっていう状況がありました。なのでそのペン粒の方に向けてこのブレードの面を固定しやすいようなグリップで設計しました。トータルでこの薄いグリップを、作り上げたっていうような感じになりますね。あと細かな、こだわりで言うと、薄くしちゃうとですね、どうしてもこの傾斜の部分の引っかかりが、まあ、弱くなっちゃいます。ただ中ペンでドライブを打つ人はもうここの引っかかりですね、ここをかなり重要視する方がいるので、今回ここはまっすぐじゃなくて R で斜めにしてます。指が引っかかるように。結果ですね、グリップ自体は薄いんですけど、この人差し指の引っかかりはかなり感じられる仕上がりになりました。あとはブレードがですね、台形じゃなくて丸なので、例えばペン粒で言うと打球点をもう点で捉えやすくなってますし、あとは台形よりもほんのちょっぴり面積が増えるので、ドライブ時の球持ちなんかも増えて、まあ、回転ですね、ドライブの回転量なんかもかなり強い仕上がりになってます。SV シリーズで、まあ、廉価版というような立ち位置なんですけども、性能に関してはですね、もう本当に通常のトライアドと引けを取らない、そんな仕上がりになってます。はい、以上トライアドの FN、 そしてトライアド SV の中ペン CP ですね、こちら2本の紹介をさせていただきました。新しくトライアドに追加される2本になります。これで計3種類トライアドがラインナップしたことになるんですけども、まあどうしてもですね、岡本家具さん手作りで作ってて、しかも本業が、まあ、家具屋さんということで、やはりですね、数がたくさん作れないラケットでもあります。なので、気になる方はなるべく早めに決断していただけるとありがたいです。まあ、今後も
フレア並行して販売していきますので、ぜひご検討していただけたらなと思っております。トライアド今後もよろしくお願いします。